よし、修理 OK。 じゃあとりあえず一人ずつ話聞いていくか。お、ペッパー、どう思う、エテコ。最近は敵の子、うん、思う、それは思う。だって壊しよるもん、あいつら。普通に竜王軍に目をつ、うん、僕はね、でこう、これ以上魔物たちに好き勝手させないように、より強い武器を持って魔物たちに対抗していくべきだと思うんだ。そこでは、君に武器を、格納できる、部屋を作ってもらいたい。お、武器庫ね。衣装部屋に鎧の置物と剣の壁掛けがあれば、武器庫になるはず。衣装部屋にね。はい、鎧の置物と。頼むよ、エテコ。今ある衣装部屋を、武器を整えられる武器庫に、改装してくれ。オッケー、任して。任しにしちゃえ。これだね。剣の壁掛け。鉄インゴ、鉄インゴ、鉄インゴいっぱい作ろう。鉄なら取ってきた。よし、鉄インゴと、で、これと、鎧。よし、どうしよう、ちょっと広めに、広くするか、また。これじゃあ、だって、入れなくなっちゃうもんね。困ったなぁ。困ったなぁ。壊して壊して。閉じて。で、これ。こうか。これでいいのか？あれ？あれ、これ何ですか？なんか、あ、鎖かな？あ、鎖か、これ。間違えた。こうだ。よし、できた。いいね、順調だね。できたよ。ありがとう。僕たちのために武器庫を作ってくれたんだね。うん。ああ、なるほどね。これでより一層。ああ、そうか。街が発展すれば。はあ。そのキャラクター、コンピューターのこいつらの武器も変わるんだ。かつてのメルキドの兵士たちはどうしてメルキドの街を守りきれなかったんだろう。メルキドには巨大なゴーレムが守り神としてついていたって話だろう。硬い城壁もあったはずだし、外からの攻撃には十分耐えられたはずだ。竜王軍の攻撃っていうのはそこまで激しいものだったのかな？それとも魔物は城壁の中に？おっと、話が逸れちまったな。あ、ありがとう、エテコ。とにかく助かってよ。薬草3つ。うん。どっか行っちゃった。よし。よし、じゃあ話を、他のやつにも聞いていこうか。ビリンは、ちょっとね、ビリンすげえやる気。あとは、この、大工のおっさん。雪の辺。どうやら、最近はこの町の発展ぶりに、魔物どもも焦り始めているみてえだな。
竜が、まあ、まあ、世界を牛耳って数百年、人間が巻き返しを図るチャンスかもしれん。エティコよ、もうそろそろ、このメルキドにかかった空の闇を晴らすために、メルキドを支配する魔物の親玉を倒す準備を進めてもいい頃かもしれねえぞ。実はな、わしが先祖から伝え聞いた、神鉄炉とかな、どこなる、究極の炉がある。その炉があれば、鋼を加工し、強力な武器や防具を作れるはずなのだ。お前さんにその製法を教えるぜ。まずは実際に作り出してわしに見せてくれ。はい。神鉄炉の金かなとこ。硬い、オリハルコンから持ってねえよ、オリハルコンなんか。鉄のインゴットと石炭。あろ、金床。はあ、そんな、結構簡単なんだね。はい、まあ、任せろ。それだったらできるぞ。ロと金床。こっち、こっちか。あれおっと動画ないね動画ないね動画どうぐらいだったらここら辺の周りにさあるんでねえかねえなうん銅取ってきまーしょううんあたたたた、できるじゃないか。いいね。よし。で、これを見せてあげればいいんだよね。できたぞー。おお、できた、できた。でも、ついに、鋼鉄炉でいいんかな鋼鉄かなこいつは鋼を加工できる。これでより強い武器や防具を作れるぜ。強い武器か。お前さん、大木槌の里に、の奥にある壊れた要塞に行ったことがあるんだってな。聞くところには、わちの祖先の一人も、あの要塞の中で暮らしていしじゃらら。なんでも、あの要塞の中では人間同士が争いを繰り広げていたらしい。お互いがお互いを信じられなくなり、やがては自分たちが作った武器を取り合って、そんな人間を見てメルキドの守り神だったゴーレムはどう思ったのかな。ひょっとするとそのあたりにメルキドの守り神だったはずのゴーレムが、メルキドを滅ぼした理由があるのかもしれん。なるほどね。ああ、なるほどね。ただただゴーレムが内側からその竜王の命令で壊したんじゃなくて、その人間たちが勝手に争い合ったからそれを止めるべく滅ぼした的なことなのかな。おめえボムたちを追い出してくれ。石炭。石炭。なんだよロッシー。とんでもねえもん作りやがって。で、俺は何度も忠告したぜ。余計なことをすると、守り目をつけられて。守るだけならまだいいが、人間が力をつけすると、あの化け物が。とはいえもう手遅れか。なえてこ、一つ俺の頼みを聞いてくれねえか。ここに俺が、書いた、遠くまで見渡せる、見張り台の設計図がある。この見張り台を、設計図通りに作ってほしいんだ。今のお前なら簡単だろ。早く準備しないと手遅れになる。頼んだぜ。オッケー。いいね。見張り台だって。ちょっとこれをさ、壊して。持ち物、鋼鉄炉。ほれ。おー、いいね。いいね、いいね。
鋼の、あれ鋼なんか、あ、結構持ってるんじゃない？作ろうず。いいね、いいね。鋼の剣。うわー、ハンマー。鋼の錬金術師。パルケア。んで、あ、そうそう、井戸とかさ、井戸とかもさ、拾ってきたからさ、せっかくだしさ、置こうよ。なんか、この部屋はさ、なんか、試す用の部屋になっちゃったの、なんか、いろいろ。3つ宝箱、間違えた。置く場所を間違えた。もう、どいてよ、そこ、もう、邪魔なんだけど。もうじゃ、もうじゃ、帰るし、来んなし、もう。そう、ここ。で、暖炉もさ、暖炉もなんか置きたいよね、暖炉。暖炉、ここら、暖炉ここら辺よくない？お、いいんじゃない？いいんじゃない？暖炉。で、これ余ったやつどうしよう。余ったしなぁ。こっちになぁ、置きたいんだけどなぁ。ああ、こうしようか。ちょっと外はみ出ちゃうけど、まあ、致し方ないよな、これは。モンスター来おるってよ。倒してくれー。うわ、来た来た来た。暗いんだ。いいか。なんか間違ってんのかな、なんか完成しなかった、完成エフェクトが入らなかった、カットインが入んなかった。で、なんて言ってたっけ。あー、見張り台だ、そうだ、見張り台、見張り台。じゃあ、ここら辺にしようか。ここら辺、ここら辺良さそうじゃない？ちょうど町の中央付近。うん。ここに作ろう。土？土が、あ、むずいな、なんか、なかなか難しいな、これ。一番下はなんだ？設計図全部土か、これは。ここが階段になるってことだよね。ちょ、階段から作ろう。難しい。これが3ついるんだよ、3つ。うん。で、階段をさ、こうするでしょ？で、なんでやねん。なんでやねん。逆だろ。で、こう。あ、いい感じ、いい感じ。で、壊すと。で、置くと。
あ、落ちる。こう。で、こっち側に、こっち側に行かなきゃいけない。わけだから、ここの下に、こう。で、階段を、こう。いいね、いいね、いい感じだね。で、ここ下は、埋めちゃっていいんだよね。うん。あ、いい感じ、いい感じ。よし。んで、上のところに、なんだこれは。かがり火。で、ツタ。ツタ。かがり火とツタ。ツタ？ツタってつけれんの？ツタなんかつけれない。ああ、つけれそう。うわ、つけれる。つけれる。ツタつけれる。取りに行かなきゃな、ツタも。とりあえずかがり火作っとくか。かがり火。なに。あ、知っても聞いてきた。なんで全員で入っていくの、そこのおっさん3人。何が行われるんですか、この夕方から一体。見なかったことにしよう。で、ここに真ん中、あう。真ん中に、こう、ずれる。落ちる。なんか、見張り台とか言うから、もうちょっとでかいやつかと思ったら、めっちゃちっこいね。で、あとはツタを、はわすだけだね。うん。ちょ、ツタを、ちょっくら取りに行くか。てか、お腹減ってきてるー。森のサラダ食う。キノコ、キノコ、ウサギステーキ、キノコ、しねーよ。ビリンのベッドで寝るー。し、ツタ取ってきましたー。ここよ、よいしょ。見張り台なのかなこれ。これ見張り台なのかな。もっとさ、なんか灯台的なやつをイメージしてたんだけどさ。ようやく見張り台ができたが、手間をかけさせて悪かったな。えてこう、見張りで魔物を監視してくれるのかだと。ああ、そうだ、この町にあいつが来たらすぐにここから逃げ出せるようにな。雪の兵に聞いただろ、メルキドは守り神だったゴーレムに滅ぼされたんだって。このメルキドで人間が栄えたら必ずゴーレムが来て全てを破壊する。俺はガキの頃からずっとこの話を、伝え聞いていたんだ。あー、ゴーレムが見また人間同士争わないように壊しに来んのかな。そういうこと。ロランドが言ってたね、このメルキドを本当に、解放するにはここを支配する魔物の親玉を倒す必要があるって。間違いねえ。その魔物の親玉こそメルキドの守り神である巨大なゴーレムさ。もういつゴーレムが来てもおかしくねえ。俺たち人間じゃゴーレムには勝てねえぜ。えてこ、悪いことは言わねえ。お前もいつでも逃げられるように準備しとけよ。じゃあ一回ちょっと区切るか。うん、ちょっとお仲間減ったしね。うん、はい、ということで、一回区切ります。次パートをまた街の人の話をちょくちょくっと聞いて行こうか。うん、はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。